イバラード。そこはすべてのものが緑に覆われた魔法使いたちが住むという伝説の国。市場には奇妙な品々があふれ、上空には地上を見守るように大小さまざまの浮島ラピュタが浮遊している。この緑の平和な世界には異変が訪れようとしていた。それは新しいラピュタ、ウカのハイブレンなのかもしれない。ダメだ。いくら手入れしても枯れていくばっかりだ。ラピュタの羽化、それは輝く雲や星々のようなものに包まれながら、まるで脱皮するかのようにラピュタがその姿を変える現象のことを言う。その後に残されたラピュタの抜け殻には植物の成長を促す不思議な力がある。ここイバラードではそう伝えられている。ラピュタの抜け殻か。そんなものがあったらな。あれは本に出てた三人じゃないか。まさか。あったあった、ここだよ。探したぜ。今のは一体これは。これが僕のイバラードへの旅の始まりだ。一体ここは。向かい側も駅になってるのか。
タカツングの屋敷はどっか行っちまったようだな。またこの辺りをうろちょろして何か企んで。あんた誰だい？この国の人間じゃないようだね。ひょっとしてあの町から俺たちの後。なんてこった。時空の溝はとっくに閉じちまった。時空の溝？あんたの世界とここをつないでたんだ。ここはイバラードなのかい？どうしてそれを？おじいさんがくれた本に書いてあったんだよ。まさか本当にあったなんて。不思議だな。あんたのおじいさんはここから自分の世界に帰れたなんて。ということは僕はもう帰れないってことかい？結論から言えばそういうことだ。そんな。待てよ。ひょっとしたらラピュタの羽化で時空の溝ができるかもしれないな。ラピュタの羽化？羽化って生まれるってこと？おっと、こうしちゃいられない。俺は準備で忙しいんだ。あ、ちょっと、ラピュタはいつどこで羽化するの？俺はスコッピロってんだ。この辺りじゃちょっとは知られた魔法使いよ。こいつで次の駅まで行きな。その先の池のほとりに迷金荘ってやつが住んでる。ラピュタのことが知りたかったらそいつに会ってみな。じゃあな。ああ。